白石座王駅は宮城県白石市大高沢三沢朝桜田にある東日本旅客鉄道東北新幹線の駅である。当駅は東北新幹線暫定開業に合わせて新設された駅であり、1982年6月23日に開業した。東北新幹線の福島駅仙台駅間における駅間距離は7 9 0 k と長いことから、 両駅の中間地点にほど近い白石市内への新幹線駅の設置は適当とみなされた。当駅は蔵王観光を主目的とした新幹線単独駅であり、白石仙台市間の通勤・通学利用は東北本線白石駅からの在来線利用を想定していることから、当駅と仙台駅との間には新幹線 W 切符の設定はない。なお、 東北新幹線氷山駅、一の関駅間において、仙台駅を発着駅とする新幹線 W 切符が設定されていないのは当駅のみである。東北新幹線の建設の中で、福島駅から仙台駅までの経路については、白石市を経由する西寄りのルートと、角田市を経由する東寄りのルートの二つが比較、検討された。東寄りルートは、 福島県北部をおおよそ、阿武熊川に沿って進み、宮城県南部の丘陵地をトンネルで貫くというものだったが、地形や地質に由来する工事の難易度から、西寄りのルートが選ばれた。白石市の新幹線駅の場所については、在来線の白石駅に併設する案と、新幹線単独駅を新設する案の二つがあったが、白石駅一回期間において、 在来線と新幹線が交差する地点に、新在乗り換え可能な新駅を設ける案は、想定されていなかったようである。在来線駅への新幹線駅併設は、既存の白石市街地にとっては自便であるが、新たに市街地を分断する、新幹線の線形が悪くなる、白石川への架橋が難しいなどの問題があると、判断された。新幹線単独駅を高野市地区に新設し、 副都心構想があった。新幹線単独駅を新設することについては、この付近の東北本線は仙台駅への通勤圏であり、また観光を主目的とした新幹線駅なので道路交通と接続すれば問題はないと判断された。こうした検討が行われた結果、現在地に新幹線駅の設置が決まった。なお、西村京太郎。 東北新幹線殺人事件は設置の経緯をモチーフに作品が書かれている。東京方面ホーム中央に通過線があり、その外側に上り線側が島式ホーム一面二線と下り線側が単式ホーム一面一線で合計二面三線を有する高架駅。一番線は下り列車、二番線は上り列車に使用される。三番線は 予備ホームとして、臨時列車や新幹線総合車両センター出場試運転列車の折り返し用として、また夜間大白にも使用される。ホーム足元に表示されている乗車位置案内は、1.2番線は各列車形式のステッカーが貼られているが、3番線は開業当時の積成のもののみが設置されている。直営駅。 新幹線単独駅であるが、東北本線の越下駅北白川駅の各駅を管理している。緑の窓口、指定席券売機1台、自動券売機2台、自動改札機、ニューデイズ、立ち食いそば屋設置。すべてのホームが発車ベルを使用している。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は891人である。これは、 東北新幹線の東京駅森岡駅間の新幹線停車駅の中では最も乗車人員が少ない。近年の推移は以下の通りである。宮古バス、白石市民バス、七日宿町町営バスが運行する路線バスが乗り入れている。かつては岩木角田など多くの路線バスが運行されていたが、現在は蒸気路線のみで場所を持て余している状態である。 乗り場は6つ設置されているが、2021年3月、現在で使用されているのは1から2番乗り場のみとなっている。宮古バス白石市民バス、七市区町町営バス報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。